おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。皆様はお茶を飲みますか？お茶買う人もいるし、やかん、家庭的に言うとやかんで作ったりする人が多いと思います。圧倒的多数だと思います。はい、私はどちらかというとね、ペットボトルのお茶ばかり飲んでるんですけど、一人暮らしってダメですね。はい、2リットルのお茶をね、こうやってね、飲むようになりました。これどういうことかって言いますと、当たり前なんですけど、2リットルの方が圧倒的コスパいいんですよ。500ミリリットル買うより。ようやく気づきました。一人暮らしして10ヶ月経ったらようやく気づきました。ペットボトルのこういう2リットルのお茶が一番正義なんだって。いいね。なんで売ってんだ。今回使うのはリザードマンキングレオシルド王が、なんかね、釈然としない。一言でまとめますと、リザードマン、めちゃくちゃ動画に出る。キングレオ、まあ出るかな。もう一体、誰こいつ。そんな感じだと思います。今回はその3体でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。リザードマンがね、なんか、でけえな、2体とも。でかくないお前ら。ねえ。シールドオーガとキングレオだいぶでかいんだね。こうしてみると。リザードもめっちゃ小さくて、弱いね。さあ、キングレオ行ってこい。DLC からやってきた。DQ4 からやってきた。110件。乱れ先。ゴーレムステップ。なんでゴーレムがステップ踏んで避けてんだよ。なにゴーレムステップ踏んで避けてんの。いや、勢いよく飛び出したけどさ。勢いよく飛び出して、これかい。必殺と右下だと怖いね。あー、よしよしよし。勝った。シールドオーガって誰ってなっちゃいそうだな、今回の動画。まあね、リザードマンは今回ね、まあ勇者でも魔法使いでも組んでないんで、中途半端な火力のね、アベレージヒッターって感じですかね。来ました、今日の主役、シールドオーガ。行きます。はい、行く。行きますじゃねえんだよな。今回はシール、ね、まあやっぱ動画に出てないモンスター、まあ他の人もあんま使わないだろ、こんなモンスターっていうのがね、大事なんでね。はい。今回ね。おー、いいね、リザードマン安定だ。本当にアベレージヒッターだな、お前。めちゃくちゃただ単純にリザードマンがね、安心したアタッカーになってるぞ、今回。まあね、みんな打撃、ね、打撃にはどうなんだろう。さあ、キングレオはちょっと柔らかいかなって。でも、なんか威圧感ね、キングレオって。こうしてみるとなんかさ、並べてみるとね、カス。並べてみるとなかなかなんかいい感じに見えるんだけど。さあ、ラッシュベザー。わあ、みんな食らった。まあまあまあ、で、シルドが勝て。シルドが、おう、シルドが、おお、避けた。キングリオステップ。そしてね、シールドが森の硬さを誇っております。いいぞ、シルドが。いけ、氷の吐息。頑張れ。ああ、まあまあまあ、氷です。順調、順調。いいよ、頑張って、頑張って。なんかまあ、いい味出してるじゃん。シールドがいいよ。いいよ、いいよ。アベレージヒッターのリザードマン。ちょっと芸人のキングレオ。そして、うん、来た。おたけびを上げて、楽しい。よし、当たった。最後はこれで。はい、そっちよいしょ。強かったな、君は。いや、一瞬ね、右なんだろうなって考えたら、あ、物質か。って。全員ゴーレム系か。気づくまでにだいぶ時間かかってますよ、実はこれ。まあまあ、でもね、頑張って頑張って頑張って。ここはもうパッと突破して、パッとね、もう魔王戦でも活躍するっていうね。シール動画で魔王戦倒せんだっていうのをね、あれ、お届けしようね。はい。お宝怖い。うわ、な、リザードマン、リザードマン、アベレージヒッターが。ね、リザードマンはどっちかといえば結構出てるじゃないですか、僕の動画。勇者でも魔法使いでもね、安定したデインダーテンとして活躍してるんですけど、今回はね、モンマスで活躍してほしいところですからね。さあ、そういうわけでね、残りのキングリオと、シールド化がどんだけ引っ張れるかって感じですね。リザードマン、なあ。さあ、キング、起きた起きた起きた。いけ、リザードマン。さあ、行くぞ、せーの。はい、はいでしょ。雑な攻撃やめて。さあ、シールド化です。素早さ5。行きます。シールドクラッシュ食られて。何をしに来てるのかよくわからないけど、まあ、硬いからね。さあ、キングレオ行ってこい。こいつの打点はやばいからね。もう舐めんな、こいつの破壊力。破壊力！こいつよ、マジか、こいつ。破壊力あんな、キングレオ。まあ、力高いしね。110件の破壊力は魅力的だわ。
ねえ、すごい脳筋系。さあリザードマン起きたところからね、さあ三日月のこの低火力の三日月の剣技ときたらもうよいしょ、前に3000貯めていいでしょ。さあキングレイを決めてくれるのか、とどめも行ってこいね、プルキーまるでレーザービームのようだ、レーザービームでプルキー、あーこれはどう見てもレーザービームってこれは魔王戦期待できそうですな。お、よし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 、来た、やった、続くぜこの動画なんかこの前もなんかバルボロスだったこの前もバルボロスだった、バルボロスじゃちょっと相手としてはちょっと足んねえな、ちょっと君じゃ役不足かな大丈夫なん、あんまり相手はあんのよ。さあ上から剣がやってきまーす、ドーンとりあえず開幕打って、さあここからですよ大事なのは。さあね、さっきまあさっきまでね活躍してたこの活躍をね、ここでも発揮したい欲しいところではございますが、硬いねオッケー、止まらないのでかいよ、さっきの活躍をここでも活かしてほしいところですけど、さあ頑張ってほしいところ、ここから頑張ってもらいましょう。さあ110件の打点大事です、乱れ咲き強いんだよな、強いよなこいつ強いな、340、もう脳筋モンスターもいろいろいるけどさ、ギガンテス、ボストロール、鉄球マシンと、まあ、アームライオン種も確かにねかなりの脳筋ですからね。アームライオンは100腕付けになっちゃうと全体だからね、使いやすさで言えばキングレフォンが圧倒的ですね、さすが DLC といったところでしょうか。はい、まあ、リザードマンが一番使い勝手いいような気がしますけど、これは勇者と魔法使いの話。さあシール動画の使い勝手はいかがでしょうか、いきます、はい、ライオンはパッチンまだ待っていいかな、どうせ次いたらドラゴン切りでしょべりゃいいから、まあ焦るな、焦る必要は全然ないからね、うん、焦らなくても別にね、バルボロスはゆっくり消化せばいいから。はい、まあ、このターンに仕留められなかったとしてもだよ、次のターンにさなんか仕留めればいいから、普通になんか攻撃で終わりだからね。はい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 、まあ、シロはちょっと圏内には入らないね、まあまあ大丈夫です。ほう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 、あこれマヒアンな、大丈夫か、羽ばたき全体攻撃、うわーことシールドがいけ、奥義シールドクラッシュクラッチ220か、最後なんかこれだこれだいきますミラクルソード、おおいつだいつだ、ミラクルかっこいいかっこいいけど、何これ使う意味はもう解きたいさあ大魔王戦です。勇気の挑戦もほぼほぼ完璧なんで、これは大魔王戦が期待できそうですね。嘘やろえ、そんなにアホな荷が重くない、え、荷重くない、え、あ、マジ白目か。目薬は刺してきたけどさ、いや、目薬刺してきたでしょ、え、マジあ、怪しい。正気があるとすれば、5ターン目まで耐えるかな。火力的に、このチームじゃ、その耐えるのって難しいんですよ。あ、その、削り切る、そう。とどめボーダーの3300まで削るのがなかなか大変。ラッキー、とどめボーダーの3300まで削るのは、ちょっと、どっちかといえば火力は低めな方なんですよね、このチームって。よくよく考えると。なんで、ルートとしては5ターン目まで耐えるルートが一番確実なのかなーって。そうなると、耐える系の SP を使った方がいいのかな。うん、そうだよね。ダルテンはちょっと厳しいもんな。ゆっくり詰める。ゆっくり詰めるとしたら、5ターン目まで耐えるのが塩梅。そうだな。そうだよね。ちょっと厳しいよな。SP としては、SP としてはどうなんだろう、その攻撃系を使うか、5ターン目まで耐えるために天使の祈りを使うんだったら今あったんですよ。ラビエル使うんだったら23に状態銃がほとんど存在しないんで、このターンはラビエル使うんだったら今だったよ本当は。ただラビエル使ったところでさ、とどめボーバーまでもったいない気がするんだよね。魔人の剣技ここ大事、ピロリカモン、うわー食らったどうなんだ、うわ、まあそこそこ食らうな、まあそこそこ食らうな、
でもワンチャールド、これ次のターンがギガデインが来るのがまずいな。次のターンギガデインの可能性があると、それがまず一番打点としては厳しいところ。勇気は溜めていきます。おナイス、勇気は溜めていきます。5ターン目まで耐える前提にすると勇気を貯める必要性が薄いので、ボーダーまで削れ、今の収穫開始でかくない？グランドコースか、どうなんだろう。打点ちょっと大事だね、ここ大事だね。グランドコース、ああ、おっしゃ、ナイス、ナイスキングルオ、それでこそ DQ4 の王様よ。 OK、 いいかす、180しか出ないの、ワンチャンあるな、チャンス結構あるぞこれ。リザードマンがさ雷、リザードマンが雷に強いのでかいよね。ギガスローとかギガデイを経験できるのでかいな。オッケー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 、このターンはで死ぬことはないから、4ターン目で死ぬことはないんで、基本的に技の関係上。そうするともうこのターンにとどめまで行ってしまいたい。いやー、勇気溜めちゃったけど大丈夫か。よいしょ、もう一体当ててほしい。もう一体当てればほぼほぼ安牌。おたけび出た、いてはか、ラッキー。これは勝ったか、エスピ使ってないけど、まあ、もう勝ったかこれ。え、これ勝ったんじゃね、これ勝った説あるよ正直。この勝負モノタレ、この勝負モノタレ、ダークドレアムさんよ。ちょっと待って、リザーブとシールドオーガの自覚がありすぎるのでは。キングレオン避けたしね。ちょっとこのパーってもしかして意識高い系、え、このパーってもしかしてさ、あれか、意識高いチーム。え、勝ったよ、あれ普通に、あれ、え、おとすごい頑張ってたよね。あ、どっちかというともうさ普通にそのまま負けんのかなと思ってたけどさ、いや、わりかし普通に耐えた、わりかし普通に耐えたし普通に勝ったぞ。なんか道中のシールドガーたちの配信もでかかったからね。最強巨大な山を投げつける。山がどっかから飛んでくる。今日も山が徘徊される。うおー、ダークドレアム、これはびっくり。どこから来たんだ、この岩は。やったすげー、あれ、勝ったら、え、ま、バルボロスね、勇気調整があまりにちょっと良すぎた感はちょっとあったけど、この意識大会系チームももしかしたら活躍できんじゃね、これはなんか、逸材に出会えた予感。お前逃げたね、よろしい、その意識高い系をぶち壊す。ぬなんか相当のとんでもないパーティーが敵に見えるんだけど、いやもうさ敵が殺しに来てるんだけど、なんかもう敵は殺しに来てるよもうね。あー、でも HP は拮抗してんね、 HP 拮抗か、なんとも言えない戦いになりそうっすねこれは。さあちょっとね調子に乗ってるパーティーを分からせに来ましたよ。さあ対人ではどうなのか、その力をねよく見たいところでございます。先生ギズモのメダパニーでーす。全然聞かねえな、わかる、意識高い系、意識高い系パーティーなんでこっちは、もしかしたら聞かないかもしんないっす。いやいやいや、意識高い系パーティーかこれ、もしかしてめちゃくちゃラリルマ大丈夫かい、余裕、眠らないから、まあ、ちょっと打点はちょっと取られてってけどね。さあ、110件はドラゴンに行く。完璧じゃないの、その狙い。よいしょ、いい、いい打点取ってる。意識高い系パーティー最強か、これ。ねえ、普通どっちかといえばなんかさ、シールドがそんな目立たないみたいな感じさ、ちょっと、ただ、そのね、目立たないけど実はちょっと意識高いから、意識が高いって何？意識が高いって何だろう、自分で言ってるのね、よくわかんなくなってきた。OK！ いいよ、いいとこ行ってる。まあ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 、賢者に避けられるよ。よっぽいわ。さあ、氷の吐息でドラゴン弱点取っていこう。うん。安定安定安定、氷の吐息。いいよ、まあまあまあ、悪くない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 、全然悪くない。悪くないよ。今のね、このメダパニーが全、しかしここで2回目。え、今度はどうだ、メダパニーいつも混乱させるつもりでーす。あはんあはんまあまあまあ、一体なら。ギズモがやってきたわけよ、ここで。そうだね、キングレオがやっぱ110件でドラゴンのさ、打点取ってるから、そういうこと考えると厳しいのかな。さあ、ラリールーマン。ラリールーマン放射、意識高い系にそんな効くわけねえじゃん。意識高い系はね、あの、スイマになんか負けねえよ。わかる？意識高い系、こっち。
散々やな混乱するわ眠るわ散々な目にやってますけど、ちょっとキングリオさんがそいつに行くか。あ、まあでも十分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 300出てる300出てる十分十分300出てる、避けられなかったんでかいね。ああさあアベレージヒッターリザードマンがねここでね現れるわけよ。いいよ、まあ眠ってんの仕方ない。さあ SP 行く、そろそろお互い SP ターンにしましょうか。ほいほい、お互い SP ターンでーす。まあ向こうはちょっとこれでいきますか。おじいちゃんどうしよう、メダパニーマ、この危機大事。ああまたお前かい、お前かい、またかい、またお前かかった。でもこれさ押し切れるんじゃね、これ押し切れるんじゃね。モンマスはねやっぱ火力で押すのがスタイルなんで、基本的にモンマスは攻撃スピード使ってますけど、これはもしかしておヒートアップだと意識高い系なんで余裕ですわキングレオ受け取るし意識高い系すぎない、ちょっと意識高すぎないこのバーディ、これ勝てるぞ。え、賢者に勝っちゃうの、え、この賢者パーティーに勝てるの相当強いんだと思うけど、嘘でしょ、勝てるぞこれ。いや本当にこれ勝てるよ、え、これ本当に勝てるよ、いいの、え、勝っちゃうよ本当に、いいのかい、え、意識高すぎだよお前ら、え、そんなぶっちゃけ言っていい、そんな強いパーティーだったっけこれ、え、このパーティーってそんな強いパーティーじゃないと思うんだけどな。さあ悪夢の杖が降ってくる、あーでも大丈夫、意識高いから大丈夫、意識高いからね、ああ勝、いや勝ったよこれは勝ったでしょ、意識高い系の力よこれが、わかる、意識高いから終わりだ、行くぜライナーギリギリだやった意識高いって最高、意識は常に高く持つもんですね